皆さんこんにちは、朝日奈彩です。すごくすごく久しぶりにですね、私物紹介を行っていきたいと思っております。今回は、夏物のサンダルを10選、持ってきましたので、こちらを皆様にご紹介していきたいと思っております。じゃあまずはこのトッツのサンダルです。これはどっちかっていうとレディーなあのコーディネートをしたりとかするときに履くことが多いんですけど、すっごいね可愛いのよこれ。私基本的にこっちの履き方すごいするのよ。この後ろの紐をかかとに引っ掛けないで、すっかけみたいな感じでさっと履いてお出かけしたりとかすることが多くて、多分トッツ側がこういう履き方ですよって推奨してるのはこっちだと思う。両方いけそう。いけそうだよね。で、私は基本的にこういう風な感じで履くことが多いです。なんか白いスカートとかタイトスカートとかもそうだけど、まあ、スカートとかに合わせてちょっとなんかこう女性らしい感じのコーディネートとか合わせたりとかするときにこのサンダルを合わせることが多いです。さ、履いた時のさ、このさ、ちょんってしてるのよ、ここが。これがさ、すっごい可愛くてさ、愛用してるって感じで、ちゃんと底張りも行っておりますので、長く愛用していきたいなっていう風に思っております。で、続いてはこのトッツのサンダル。これもトッツなんだけど、トッツ続き、こんな感じ。このトッツのサンダル可愛いよね。これもどっちかっていうと女の子っぽいようなコーディネートをしたりとかするときに履いたりすることもあるし、デニムとかカジュアルなコーディネートをしたりとかするときも全然合わせられる。本当にね、何でも合わせられるし、すっごい楽ちんで、よくね履いてることが多いです。ただ長時間歩くってなると、私はねこの小指のところがちょっと痛くなってくるの、だからちょっとお出かけみたいな時には最適なんだけど、長時間歩きますっていう時とかは他のスニーカーを履いたりすることの方が多いかなと思います。私のお家の中では一番最新なアイテムでございます。こちらはボッテガのアイテムでございます。これさ、前回さ購入品で紹介したと思うんだけど、見て可愛いでしょ。こちらのアイテムはですね、こういう風にそのままローファーみたいな感じで履くこともできますし、ここを踏んでサンダルにして履くこともできるという優れものでございますね。ほら見て、可愛くない？ほら可愛い、可愛いでしょ。とか、これをここをね、こうやってピッて履くこともできるというわけですよ。ほら、私一番のお気に入りでございます。なんかやっぱ即決だったもんね。即決だった、本当に。基本的に私、黒にゴールドの金具が大好きなの。今日も3つあります。ゴールドの金具っていうのがすごい好きで、ここにないものでもゴールドの金具みたいなのがすごく多かったりもするので、とてもねお気に入りなアイテムでございます。続いてこちらもトッツのアイテムなんですけど、黒に、ゴールドの金具になってるんだけど、これはちょっと底が厚底になってるから、比較的長時間履いたりとかすることも全然できる。ちょっと長時間歩くよね、いっぱいお買い物したりするよねとかっていう時とかは、ちょっと厚底の方が私は楽なので、比較的厚底のアイテムを選ぶことが多いかなと思います。で、続いてこれもね今年のアイテムなんですけど、フェラガモでございます。可愛いでしょ。なんかレディーじゃない？ニーハイの靴下とか合わせて、入学式のさ女の子が着てるような洋服あるじゃん。白のなんかリボンみたいなのがあって、黒のなんかショート丈のワンピースみたいなに、ちょっとニーハイのソックスにこういうなんかこうアクセントになるようなパンプスとかを持ってきたりとかすると、すっごいいいとこのお嬢さんみたいなコーディネートしたりとかするのも、なんかたまには可愛いかなとかって思ったりもして、とっても素敵な靴なので、今回の10選の中に選ばさせていただきました。可愛いでしょ。なんか色のテイスト感とかも、私が好きなこう濃いめのブラウンと、ちょっとなんかこうベージュチックで、かつ私の大好きなゴールドのね金具がついてるっていうところがポイントでございます。続いてはこちら、これはテバのアイテムです。夏になってくると本当に暑いので、ちょっとアウトドアな遊びしに行くときはもうこれ、こういう方が安心だし、岩場とかさ、そういうところに行ったりとかするのも楽しいじゃん。
なって、まあ、夏はもう今もうすごい暑いから秋口に入ってきたりとかした時にこういうものを使ってアウトドアとかしに行きたいなって思ってたんだけど、なんかこうさデニムとかさ白シャツみたいなすごいシンプルな格好の時にこういうものを合わせてどっかあのアウトドアでお出かけしたいなっていう風に思っております。でこっちがクロエンザスクーラーだったかなのアイテムでございます。なんかサンダル紹介みたいな時にこの子何回か出てきたかなって思うんだけど、このプックプクのやつがさすっごい可愛くてお気に入りなの。これもじゃあ今のさコーディネートとかにさこういうの合わせたりとかするだけでさ、見てよ可愛いでしょ。すごい。じゃあ例えば T シャツデニムとかで、あすっごいシンプルだな、なんかエッジ効かせたいよなとかって思った時にこういうなんかポテッとしたサンダルを持ってきたりとかすると綺麗にまとまらないのがあえていいみたいなのがすごく好きで、あの合わせたりとかすることが多いです。でこちらはザローのアイテムでございます。もうこれはみんな好きじゃない。ザローは本当に可愛いしいいアイテムが多いので本当に長く愛用していきたいなって思っております。でさこれさ8個ぐらい紹介してるけどさ、私の性格が出るなって本当に思うんだけどさ、ここ開けるのすっごい嫌いなの私。わかる？だから全部ここのかかとのさ下のベルトを1回外して脱げる大きさにしてる必ず。私の中でここをこう綺麗に外せるかどうかってすごい大事なの。こういうさバックルだったりとかするとさ1回1回外さなきゃいけないじゃない。それがあんまり好きじゃないからもう脱げ履きできる大きさにあえてしておくっていうのがすごくポイントでございます。あやずポイントで続いてこちらプラダでございます。これさめっちゃさ重そうに見えない？重そう。全然ね重くなくって、あの身長を盛りたいなっていう時あるじゃないですか。まだ盛るの？はい、盛れるものはとことん盛っていきましょうっていう気持ちが強いもんですから盛っていきますよ。スタイルいいなって思われたいみたいな時はこれを履いていくことが多いし、これは意外と長時間歩いたりとかするのでも全然平気、靴ずれもしないし重くもないし疲れもないのですごくねおすすめでございます。で続いてはこちらビーケンさん、かわいいでしょ。かわいくない？これ大好きなんだけど私。ビーケンさん1個あると便利ですよね。めっちゃ便利。本当にねこんなになんだろうアイテムとしてすっごい素晴らしいのに何がいいって安いじゃん。安い。本当にそれがいいなと思ってて、で履きやすい、あと足の形にさ沿ってさここがこうちょっと膨れ上がってたりとかするじゃん。その緻密に計算されているサンダルっていうのもすごく好きなポイントの一つですね。なんかカーキーとかもあったりするからさカーキーとか可愛いなって思ったりとかするんだけど、比較的靴とかはもう黒とか白とかそういうなんか分かりやすくベーシックなアイテムばっかりしか持ってないので、まあ今年とか来年とかはあのボルドーとかカーキーとかそういう色物の靴の量を増やしていきたいなっていうふうには思っております。なんかさ高い靴だったら高い靴ほどベーシックなものを選んじゃうんですよね。合わせられるし絶対履けるしとかって考えると黒選びがちなんですけど、今後はちょっとキャメルとかそういうなんかザ色物じゃないんだけどベーシックなアイテムでちょっと私のねお家の中にお迎えしていきたいなっていうふうに思っております。はい、ということで今回はですね私朝比奈彩の私物で夏のサンダルを10選ご紹介させていただきました。久しぶりに、紹介のアイテムで自分がね持っているものをこういう風にこうずらりと並べて皆さんにご紹介させていただくっていう機会をね、設けさせていただいたんですけど、やっぱりこうやってみると靴とか、まあ、私靴カバンとかもうファッション全体がとにかく好きなんですけど、でもこういう風に並んでるとやっぱりこう一つ一つこう集めてきてよかったなっていう風に思いますね。まあ、今は黒とか白とか本当にモノトーンのものばっかりだけど、まあ、今後はこうちょっとベーシックなアイテムにっていうので、まあ、ボルドーカーキーキャメルみたいなアイテムを少しずつ増やしていければいいななんて思っております。ということで今回のこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあそれでは次の動画でお会いしましょう。朝比奈彩でした。じゃあねー。